2015年、エアマックス95の復刻、そしてイージーブーストの発売。これらのリリースを皮切りに、今まで何度かあったスニーカーブームがまた起きたっていう風に言われてます。これらのスニーカーは、レアスニーカーだとか、ハイプスニーカーっていう風に呼ばれて、二次流通、要するに転売の商材として、スニーカー投資なんて言われるようにもなりました。しかし2022年現在、そのシーンの様子が少し変わってきてるように思います。今日はそんなお話をさせていただきます。こんにちは、CRD です。お待たせいたしました。後半になります。前半はストック X の従業員解雇に関するお話をさせていただきました。後半はスニーカーバブル崩壊かという話をさせていただきます。よろしくお願いします。まず僕がなぜこの話をするかというとですね、スニーカーヘッズの皆さんお気づきかもしれないですが、最近注目作のスニーカーっていうのがだんだん減ってきてる気がしませんか？そしてリセールの時のプレネ、要するにプレミア価格ですね。人気のモデルは定価の何倍もするものもありますが、去年一昨年に比べて今年はどうでしょうか？ダンクローが出せば売れてた時代と違って、今では割と定価に近い金額で買えるものだって多いですし、モデルによっては定価以下になってるものもあります。去年一昨年プレネがついていたモデルもだんだん相場が下がってきてるものもあります。スニーカーのリーク情報とか発売情報をまとめているスニーカーデートっていうインスタグラムのアカウントがあります。こちらです。こちらの方の投稿でマーケットクラッシュ、市場崩壊というポストがされています。その中では AJ1 モカ、ニューバランスの550、 AJ1 のハイパーロイヤル、それとこのパテントですね、 AJ1 パテントブレッド、これらがですね投稿されてるんですね。もともとリリース前には評判が高くて一時的に値段が上がったものもありますが、リリースされてからプレ値がどんどん下がっていくっていうような現象が起きています。少し前にテレビのニュースでスニーカー投資についての話をしてるのもあったんですけれども、こちらですね、その中ではかなりの高価格帯、100万円のスニーカーだったりとか、この先持っておいたら資産になるよという風なですね、投資目的のスニーカー販売、自分の履けないサイズでも買っておいて持っておくことによって後々に値上がりすることを見込んでですね、先回りして買っておくというような、そういった話がされていました。そのニュースの最後にはアジア経済に詳しい評論家の方が、どんなブームにも必ずそれの終わりが来るということを釘を刺すように言ってたのが印象的でした。確かにスニーカー投資は特にナイキのスニーカーズができてからですね、非常に参加がしやすくなったなというふうに思います。僕みたいなスニーカーが好きで集めてる人間にとってはですね、スニーカーズアプリっていうのはある程度公平ですし、店に並びに行くのがね、苦手な僕からすると非常にありがたい存在だというふうに思ってます。まあいろいろね、限定アクセスだとかスニーカーパスとかの制度の中にですね、自分が履けないサイズのスニーカーが当たったりとかするような問題もあるんですけれども、詳しくはこちらの動画でねお話ししてますが、非常に参加がしやすくなったこのスニーカー売買のシステム、ナイキのスニーカーズアプリだけじゃなくて、スニーカーダンクであるとかストック X とかですね、あとメルカリとかですね、こういった形でスニーカーを買うことができる、販路というのがすごく増えました。街中見てみてもスニーカー店ってめちゃくちゃ多いですよね。今繁華街に行くとスニーカーショップって必ず一つは目につきますよね。昔だったらレアなスニーカーを取り扱うお店っていうのは割とこじんまりしたところにあることが多かったんですね。ただ今は商店街の中にあるとかですね、僕今大阪住んでるんですが、御堂筋の心斎橋の商店街の中にもですね、たくさんのスニーカーショップがあります。そのようにスニーカー自体は流行ってるところはあるんですけれども、このバブルっていうのが崩壊してるっていうのは、先ほどお伝えした通り去年一昨年に比べて値崩れしてきたというところはいると思います。ではなぜこれが値崩れしてきたかということを話していきたいと思います。このスニーカー市場が崩壊してきているというふうな理由は、僕は大きく分けて2つあると思います。一つはですね、スニーカーの価格が高騰したことです。今世界的に実はスニーカーの定価が上がってます。前に僕もね動画でお話をしたことあるんですが、例えばエアフォースワン、ナイキのエアフォースワンですね、これがですね去年の末から全世界で 10% の値上がりをしています。値上がりの理由はサプライチェーンの崩壊。サプライチェーンというのは原料を調達して製造して購入者の手元に届くまでの一連の流れになりますが、こういった流れがですね、コロナの影響で工場の閉鎖であったりとか配送事情などですね、コロナになってから配達っていうのは非常にね需要が増えました。しかし人手不足であったりとか、船で運ぶんですけども、そのコンテナの数が少なかったりとかですね、詰める数だとかが制限されているので、なかなか供給がしづらいってことがあります。そういったことや人件費の高騰、今はスニーカーも中国だけでなくてベトナムやインドネシア製のものが多いんですね。これは人件費がね今中国が高くなってるかということもあるらしいです。そういった様々な事情からスニーカー自体の値段が上がってます。ナイキのスニーカーでも例えばジョーダンシリーズだと、ジョーダン1以外は全部2万円を超える定価になっています。安いと言われているダンクでも1万3000円台ですね。もちろん買えないことはない金額ですが、スニーカーヘッズのように月に何足も買う人からすると 10% の値上げでもかなり大きな影響があります。
そして2つ目の理由、これがですね僕は一番大きいと思ってるんですが、各メーカーがいろんなモデルを出しすぎていること、要するに供給過多ですね。これによってスニーカーヘッズが飽きてきてるんじゃないかということです。スニーカーは転売で高く売れることもありますが、このスニーカーのプレネの付き方の原理としては、まず限定モデルということでメーカーが例えばかっこいいスニーカーを出します。それを欲しいと思うスニーカーヘッズがいます。しかしこれを転売目的の人たちが、自分は履かないけども転売する目的のためにですね、自動購入ツールボットというものとか、複数のアカウントを使ったり複数のクレジットカードを使ったりしてですね、何としてでもこれを手に入れようとします。そうすることによって、本当に欲しいというスニーカーヘッズよりもですね、こういういろんな手段を使っている転売屋の方にスニーカーが流れます。そして転売屋がスニーカーヘッズに高く売るという、こういった流れになってるんですね。しかし昨今スニーカーのリリース量が半端ないです。今までももちろんそうだったんですけれども、特にこのナイキのスニーカーズが出てからですね、本当に毎日のように限定モデルがリリースされてるんですね。そうなってくると、さすがのスニーカーヘッズでも追い切れません。何でもかんでも買うわけにいかないので、スニーカーヘッズはよりすぐって買うようになります。転売屋は少しでも利益になればいいので、ちょっとしかプレネのつかないスニーカーでもどんどん買います。しかし実際蓋を開けてみれば定価割れってことがあったりとか、本当に二束三文にしかならないものもあります。これもそうですね。2年3年前まで出れば完売、そしてプレネがめっちゃついてたような、そういったオフホワイト系のスニーカーでもですね、だんだんと余るようになってきて、今年発売されたこちらのスニーカーに関してはですね、新品でも販売手数料入れてトントンぐらい、もしくはちょっとマイナスになるか、中古だと定価を割るような値段になってます。そんな風に供給過多が続いてですね、スニーカーヘッズが今もう飽きてきてるっていうところが事実ですね。今年すごくプレネのついたスニーカー、あんまりね思い返すとそんなになかったような気がするんですよね。このアママニエルの A ジョーダン2かっこいいし、すごく人気が高くてプレネのつくモデルになってますけれども、定価が 26,000 以上、かなり定価が高くてですね、サイズにもよりますがプレネも定価の倍ぐらいっていう感じです。今年に入ってからプレネの3倍4倍いくようなスニーカーっていうのはまだリリースされてないわけですね。バージルがなくなった後、オフホワイト系のスニーカーが長らくリリースされてなかったこと、そしてトラビスコット、去年にライブでの事故があってからですね、トラビス系のモデルっていうのは長らく出てなかったんですけれども、最近ね、オフホワイトもトラビスコットも両方ともねスニーカーリリースされましたよね、ナイキとコラボ。しかしどちらもですね、まあ人気のモデルじゃなかったからっていうのもあるかもしれませんけれども、予想以上にプレネがつかなかったんですね。じゃあ元のモデルが人気なもので注目のコラボ作だったらどうなのかっていうことですね。来月7月の21日に発売されるトラビスコット AJ1 ローリバースモカですね。これはかなり前から注目されていて、今まで発売されたジョーダン1ローのトラビスコットコラボモデルに関してはですね、高額のプレネがついてます。なのでこのリバースモカ、色もかっこいいし人気モデルだし、トラビスのコラボっていうことで相当高値がつくんじゃないかなっていう風に見られてます。しかしこのリバースモカがプレネ全然高くならずですね、3万円から5万円ぐらいの金額でもし取引されるようなことがあったらですね、もうこれは完全にバブル崩壊というふうに言えるかなと思います。ナイキをはじめとするスニーカーメーカーが限定モデルを出しすぎて、コラボモデルを出しすぎたことによってですね、限定モデル全てを絶対にコンプできないようになってます。もはやスニーカーヘッズは何を集めていいのかわからなくなってしまっていると思います。これだけ限定スニーカーが出てしまえば、もはや限定ではなくありふれたスニーカーになってしまいます。これからもおそらくプレネはつかず、ほぼ定価もしくは定価割れする限定スニーカーっていうのはたくさん出てくると思います。プレネがつかなくなって嬉しいという人もいると思うし、シーンが盛り下がっていくことが悲しいというふうに思う人もいると思います。捉え方は様々かと思いますが、皆さんはこれについてどのように感じますか？何か感じることがあればよかったらコメント欄で聞かせていただければと思います。はい、ということで今回のお話はスニーカーバブル崩壊ということでね、お話をさせていただきました。最近スニーカーズね、本当にね買いやすくなってるような気は僕はします。スニーカーデートによると、スニーカー市場が近年で一番盛り上がってたのが2018年から2019年ということですね。確かにこの頃はですね、オフホワイトもトラビスコラボやダンクなどですね、ナイキ中心ではありますけれども、売れるモデルというのはかなりたくさんありました。現在新しいスニーカーのプレネがつきにくくなってきているということですが、このブームというかリセール価格の高騰というのは一旦おそらく僕は落ち着きを見せると思います。でもこうやってシーンが冷めていった後にですね、必ず次のムーブメントが起きるんですよね。おそらく今年少し冷え込んで数年前にあったようなダンクフィーバーみたいなことはなくなってくると思います。そこからまた新しいスニーカー、新しいトレンドなんかが生まれてくると思います。しかし僕らスニーカーヘッズはスニーカーが好きなんで、どうせ10年後20年後買ってると思います。ただしその時にどんなスニーカーを買ってるかというところの想像はまだできてないです。どれだけスニーカーに価値がなくなってもですね、かっこいいスニーカーを見た時とか届いた時、実際に履いて服と合わせてバシッと決まった時、
時、あの時の気持ちよさっていうのはずっと僕はあるんで、この先もずっとスニーカーのシーンを見ていきたいし、10年後20年後どんなスニーカーが出てくるのかなっていうのが楽しみです。僕はラップやってるんですけども、僕が始めたのは2006年で、2000年頃にあったヒップホップブームっていうのが一旦冷めた頃でした。日本人でラップやってメジャーにいる人っていうのが本当に数えるほどしかいなかったような時代です。でも今こうやって日本のヒップホップ盛り上がってきてますよね。2000年頃のああいう形じゃなくって、アングラからも出てきてる人がたくさんいたりしますよね。あんな感じでですね、ブームっていうのは形を変えてまたやってくるんですよ。10年後20年後同じようにですね、スニーカーの価格が高騰するということがあれば、その時はもしかしたら実体のない NFT の可能性もありますし、もしくは今皆さんが買っている手元にある普通のインラインが高値ついてる可能性もありますよね。そんなことを想像しながら僕は毎日スニーカーの話をねピックアップして皆さんにお届けしてます。このマシーンの熱が盛り下がっても、僕は勝手に、スニーカーの話をねずっとし続けようかなと思ってますんで、自分もそうやっていう人はね、よかったら僕のチャンネルずっと見続けていただければなと思います。今回の話に関する皆さんのね感想なんかもよかったら聞かせてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。 CRD でした。つま先は曲げずに座る新しいスタイル、足元に踏み出した慣れた道、 I got a new one。